ってるの書いて。今からどちらに向かうんですか。今からは、リプレイです。錦糸町にリプレイっていうバーがあるんですけど、それミスチルとなんかサッカーバーみたいな感じなんですけど、あ、ミスチル大好きな人がやってる、やってくるバーがあるんですけど、行ったことあるの。いや、行ったことないんかい。違うんだよ、近いんだよ。近いんだよ。ザ・飲み屋ストレートですね。があるどういうこと。すごいすごいいいな。行きます。開ける？開けます。はい。あ、どうぞ。そう。ミスチル好きな人たちはなんか知ってるかもしれない。ここに来るお客様もそういう方が多いっていう。まあ基本的には好きな人ですよね。がまあほぼ95%、あとは個人的な俺の友達とか、はいはいはい、まあ、サッカーだけ好きな人とかがいるけど、タイガーサッカー好きで、まあ来年だとユーロがやるかもしれないけど、みんなで見ようかな。サッカーシーズンだったらもうサッカーばっかり流すんですか。チャンピオンズリーグとかあれば、この間の決勝とかもそれも見てて、ここで見てと思って。次の次のワールドカップぐらいはもう絶対イングランド優勝する、俺ここで断言しよう。なんでなんでなんで、奴らの若い世代やばいから。まあでもなんかイングランドが優勝するイメージがわからないっていうか。すごいんだけど、キーパー以外全員やばいっすよ。キーパーが一番でも大事だっていうのがさ、だからノイアーでそんな証明されてるじゃない。サッカーはまあノイアーいたら勝ちな。ルール変わってる変わってるっす。あとミシルの話がしたいって言ってたのにサッカーの話ばっかりしてんだよ。俺はもうディスカバリーのアルバムやっぱり今撮っちゃった。今ごいくつですか。今40です。ちょうど倍違う。その家計の直筆を採用してもらったやつ。え、これ直筆なんですか。あ、来たんですか。来てはいないです。やばいっすね。桜が閉じちゃう。重力と呼吸の待機画面が白と黒の中もやもやしてるやつが、それがおしゃれすぎて家でずっと待機画面流してるっていう。何を言ってるのよくわかんないけど、わかりますか。わかんのやっぱわかすぐだよね。これ見ても一番初めの画面。そうそうそう。あそこめっちゃおしゃれですよ。それそのあの横に線がわーってなってるのを、はい、その壁にやろうと思って。めっちゃいいですね。あ、こういうとこですか。なんかアクリル絵のとかで描こうかなと思って、そっち一回描いてわーって描いてみたら、想像してた以上にダサかった。すぐやめて、ペンキ上から塗った。あ、これどうなの。これ進化の一番好きな歌詞は、変わらないものがあるとすればみんな変わっていくってことじゃないかなっていう歌詞なんですよ。深くないですか。いやー、テレビの進化楽しみだね。そうですね。やりまし
進化は止まらないっす。いや、よかったね、でもこれで。これでよかった。泣きそうっすね。旬だ、ちんぷんかんぷんじゃん。わかんないっすよ、ほんとに知ってるから2、3曲ぐらい。2、3曲じゃあもうテレビとカラオケ行ってもつまんないじゃん。俺でも嬉しい、あんま歌わないじゃん。歌わないんか。よかったです。俺が東京で一番行きたかった場所に、俺が一番最初に行ったのに一緒に行けた。綺麗な日に帰りたーい。すみません、お騒がせしました。すみません、ごちそうさまでした。ごちそうさまでーす。